ミュールハイム・アンデアルールは、ノルトベストファーレン州の中西部に位置する都市である。人口は、約17万人。東にはエッセン、西には、デュースブルクという大都市に挟まれ、また北には、オーバーハウゼンがある。ルール側のそばにある都市で、883年に、ブロイヒ城が建設され、1093年には、ミューリンヘムという地名の記録が見られる。 都市圏を与えられたのは1808年である。19世紀に入り、石炭の採掘が始まると同時に、石炭や鉄に関連する工場も設立され、ルール工業地帯の一部として発展した。1944年11月1日や半から2日にかけて、連合軍の大規模空爆を受けた。第二次世界大戦直後、の人口は約8万8千人であったが、 1945年には125,441人を数えた。戦後もルール工業地帯の一部として繁栄した。しかし、1966年には最後まで残っていたローゼンブルーメンデル炭鉱も閉鎖され、ルール地方の主要都市としては最も早く炭鉱都市から脱却している。その後も鉄鋼などの工場は創業を継続したが、現在は、 産業構造の変化により新たな方向が模索されている。また、ルール地方の都市としては緑が多く住宅都市としての整備も進められている。ありがとうございます。